こんにちは。山梨県の広報誌ふれあい、平成26年6月号、ボリューム122をお届けします。今月号の内容です。癒しのひととき、武田の森で森林セラピー、新三坂トンネル終日全面通行止め、その他のお知らせは9件あります。おしまいに、 今月放送の山梨県のテレビ広報番組をご案内します。癒しのひととき、竹田の森で森林セラピー。甲府市の北側に広がる森林武田の森。その中心エリア健康の森が、5月24日、森林セラピー基地としてグランドオープンしました。ここでは森からの刺激を五感で捉えて、 そのリラックス効果を実感する森林セラピーを体験できます初夏の緑や花が美しく木漏れ日や小鳥のさえずりが心地よいこの健康の森で癒しのひとときを過ごしませんか森林セラピー基地とは森林医学の観点からリラックス効果が実証され さらに関連施設などの整備が一定の水準以上であることを専門機関により認定された森林です。健康の森は平成25年3月に森林セラピー基地に認定されました。森林セラピーを体験。健康の森では専門的な知識を持つ森林セラピーガイドの指導のもと、 科学的根拠に基づいた森林浴を行う森林セラピープログラムを体験できます全身で森からの刺激を受けてリラックス効果を体感する癒しのひとときですなお事前に予約が必要です誰でも気軽に森林散策車椅子でも利用できるバリアフリーの遊歩道やアップダウンがあり多様な雰囲気と色彩が楽しめるコースなどが整備され 初級者から上級者までレベルに合わせた散策ができますまた市街地からのアクセスが良いので気軽に訪れることができます3枚の写真と案内図が掲載されています左上の大きな写真には森林セラピーガイドの案内のもと散策を楽しむ参加者という説明がありますハイキング姿の2人が 緑の木々を見上げながら、セラピーガイドの説明に耳を傾けています。2枚目の写真では、甲府盆地と、その先左側に富士山が見えます。展望広場からは、富士山や甲府盆地の眺望を楽しめる、と説明があります。3枚目は、県産材で作られたサービスセンターの写真です。武田の森の総合窓口で、森林セラピーの出発点となる、 と説明があります。次に案内図です。JR 甲府駅北口を起点として、その北側の山の手通りから健康の森までの道順が4つ示されています。道順の1つ目は、武田交差点を北上して山梨大学北交差点を左折、北新省北交差点を経由して北西に進み、千代田湖バス停を左折して、 千代田湖を右に見ながら西に進み健康の森駐車場まで行くコースです二つ目は朝日五丁目交差点を北に進み北新駐在所前を経由して北新省北交差点を左折して千代田湖バス停に向かいます三つ目は湯村交差点から北に進み千代田湖入口バス停で右折して北に進むコース 4つ目は、千塚交差点から小線橋ラインを北に進み、中ほどで右折して千代田湖入口バス停で左折、北に進むコースです。写真と案内図の説明を終わります。以上、問い合わせ先は、県立武田の森保健給与林サービスセンター。電話及びファックス、055-251-8551。 ウェブの場合は「武田の森」と検索してください「新三坂トンネル終日全面通行止め」トンネル天井板撤去工事のため6月30日月曜日深夜24時まで終日全面通行止めを行っています通行止め区間は一般国道137号と旧三坂道 一般県道708号の笛吹市側川口湖側の各分岐点間迂回路は1国道139号から国道358号小児湖経由2県道富士川口湖足川線若彦トンネル経由ただし大型車のすれ違いが困難な箇所があります3 中央自動車道有料です大月ジャンクション経由以上の通行止め区間と迂回路について説明する図が掲載されています問い合わせ先は専用ダイヤル電話0 5 5 2 6 1 1 5 2 3ウェブの場合は三坂通行止めと検索してくださいお知らせです1 パティシエ、柿沢彩さんが山梨の食を講演。6月は食育月間。食育の普及のため、食育推進シンポジウムを開催します。日時、6月25日水曜日、午後1時30分から4時10分まで。場所、県立文学館行動、甲府市。内容、講演。 いただきます。山梨の食の恵み講師パティスリーポタジエ、オーナーシェフ柿沢彩さんおよび活動事例の発表意見交換なお事前の申し込みは不要です問い合わせ先は消費生活安全課。電話055223-1588ファクス 055-223-1587ウェブの場合は、山梨スペース・食育推進と検索してください。2. 婚活への備え方教えます。婚活応援講演会を開催します。婚活に関心のある方は、ぜひご参加を。日時6月13日金曜日 午後2時から4時まで。場所、県立文学館行道、甲府市。講師、ジャーナリスト、白川東子さん。参加申し込みは、電話、ファックス、メール。問い合わせ先は、県民生活男女三角化。電話、055-223-1350。ファックス、0 5 5 223-1354ウェブの場合は、婚活山梨と検索してください。3. 山梨県民文化祭に参加しませんか年間を通じて様々な芸術文化活動の発表や展示などを行う山梨県民文化祭では、参加者を募集しています。募集部門・ジャンルについては、 県ホームページで確認してください。問い合わせ先は、障害学習文化課。電話、055-223-1797。ファックス、055-223-1322。ウェブの場合は、山梨県民文化祭と検索してください。4、セーフティードライブチャレンジ123。 参加チーム募集中。123日間の無事故無違反に挑戦する5人1組のチームを募集します達成したチームは旅行券などの賞品が当たる抽選会に参加できます募集期間6月30日月曜日まで挑戦期間7月21日月曜日から11月20日木曜日まで 参加資格運転免許かっこ国内免許都市を持つ県内在住か在勤の方参加費1チーム3150円かっこ無事故・無違反の運転記録証明書申請料かっこじ問い合わせ先は交通政策課電話055-223-1353 ファクス055-223-1335ウェブの場合は「山梨スペースチャレンジ123」と検索してください56月は男女共同参画推進月間性別に関わりなく個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現のため山梨人と人とのフォーラム 人と人の漢字は男と女山梨人と人とのフォーラムを開催します日時6月15日日曜日午後1時30分から4時まで場所甲府市総合市民会館内容公園子育て孫育てが紡ぐ家族の絆講師 家族カウンセラー宮本真紀子さんおよび活動展示など参加申し込みは電話、ファックス、メール問い合わせ先は県民生活男女三角化電話055-223-1358ファックス055-223-1354ウェブの場合は 山梨スペース、ひらがなで人と人、または漢字で男と女と検索してください。6. 県庁を見学しませんか学校などの校外学習・遠足や障害学習などに役立てていただくため、防災新館などの見学申し込みを受け付けています。見学施設防災新館かっこ 警察本部通信司令課交通管制センタージュエリーミュージアムなど閉じ県議会議事堂舞鶴城公園対象おおむね5人以上の団体問い合わせ先は県民情報センター電話055223-1408ファクス0 5 5 ウェブの場合は「山梨スペース県民情報センター」と検索してください「7富士山にお出かけの方へ」その1富士山保全協力金が始まります「対象5号目から山頂を目指す登山者」「金額基本1,000円」かっこ「括弧 子供や障害のある方は協力いただける範囲の金額、っこ閉じ。実施期間、7月1日火曜日から9月14日日曜日まで。支払い方法、現地支払い、っこ、5号目総合管理センターほか、っこ閉じ。事前支払い、っこ、インターネットコンビニエンスストア、っこ閉じ。その2、 富士スバルラインマイカー規制を実施。実施期間、7月10日木曜日午後5時から8月31日日曜日午後5時まで。なお、マイカーは富士北陸駐車場に駐車、1台につき1回1000円。駐車場から5号目まではシャトルバスをご利用ください。その3、5号目総合管理センターが移転。 スバルライン5号目の登山道入り口に最も近い施設に移転しました富士山に関するさまざまな情報を提供しますその4携帯トイレの持参後7月1日火曜日から7月9日水曜日まで及び9月11日木曜日以降は山頂のトイレが開設されていませんそれ以外の期間にも 万が一の事態に備えて携帯トイレを持参しましょう。その後、弾丸登山はやめて安全な登山を。弾丸登山は高山病や病気怪我の原因になります。睡眠や水分をしっかりとって余裕のある登山を行いましょう。以上、問い合わせ先は観光資源化。電話055 ファクス0 5 5 2 2 3 1 6 7 0ウェブの場合は「山梨スペース観光資源課」と検索してください「8獣医師」かっこ「衛星」農政「かっこじの先行採用試験を実施します」「採用予定人数衛星」「 2名程度農政2名程度試験日7月5日土曜日及び6日日曜日受験申し込み締め切り6月23日月曜日問い合わせ先衛星は福祉保健総務課電話055223-1441ファックス 055223-1447農政は農政総務課電話055223-1581ファックス0 5 5 2 2 3 1 5 8 5ウェブの場合は「山梨スペース採用」と検索してください9 南アルプスマイカー規制を実施します。南アルプス広川原に通じる県営林道南アルプス線足安から広川原及び県道南アルプス公園線奈良田から広川原ではマイカー規制を実施します。マイカーでお越しの方は足安か奈良田の無料駐車場に駐車し路線バス またはタクシーを利用してください。規制期間、6月25日水曜日から11月9日日曜日まで。なお、規制期間以外は冬季通行止め。利用者協力金、片道1人100円。問い合わせ先は観光資源課。電話、055-223-1576。 ファックス055223-1670ウェブの場合は南アルプススペースマイカーと検索してください山梨県のテレビ広報番組です山梨元気ナビ iYBS 月曜日午後6時57分から7時まで6月2日 HIV 検査の受診推奨6月9日武田の森森林セラピー基地グランドオープン6月16日山梨暮らしツアー6月23日ダメ絶対薬物乱用防止6月30日富士山保全協力金制度 当番組は山梨元気ナビ愛ブログでもご覧になれます。山梨元気ナビ愛と検索してください。山梨イマジン UTY 水曜日午後6時55分から7時まで6月4日農園経営若月美智子6月11日水泳選手内田か林 6月18日消防団員清水陽子6月25日富士山レンジャー中本博之当番組は UTY ホームページでもご覧になれます山梨イマジンと検索してください山梨県の広報誌ふれあいは原則として毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanas.jp に掲載しています発行山梨県高知を広報課広報誌触れ合いについてのご意見やご感想をお寄せください電話055223-1339ファクス055 223-1525 E メールは校長 koucho p r e f y a m a n a s h i l g j p です以上で山梨県の広報誌ふれあい平成26年6月号ボリューム122を終わります制作は山梨ライトハウスでした